ほー、どうも皆さん元気ですか？アリナ事務所にようこそ、アリナちゃんです。そしてぜひ、皆さんの、ヒムロさんのリクエスト一緒にチェックしてみましょう。ライブパフォーマンス、そしてタイトルは、16。何の意味かわかんないけど。何ぐらいのかな？まあ、ぜひ一緒にチェックしてみましょうね。楽しみだから。まあ、いつも通り。3、2、1。加湿器、よかった。おお。バーだと思っちゃった。このスタートで。意外ね。でもいい感じで驚きました。わあ。本当にびっくり。このパートいいでしょう。そう、これ。わあ。すごいいい感じ、めっちゃいい歌。日村さんのイントロも紛らわしい感じあるよね。わあ。そう、ブキブキという感じ、歌でしょ？いい感じね。それめっちゃ元気出てるな、今日、本当に。なんか元気出せっていう感じ、そして本当に聞くね。かわいかった、かっこかわいかった。わあ。本当に。本当に、本当にめっちゃいい感じだった。まあ、最初はタイトル、このタイトルで16だけ、数字だけで、だからね、
あまり何も頭の中で予想とかあんまりできないでしょう。でも、ちょっと待って、そして、スタートは、だって、いや、本当にゆっくりな感じでしょ？だった。まあ、なんとなく、まあ、こんな感じ、ロックバラードぽいな曲も思ってた。まあ、だから、ヒモロさん、バラード、ロックバラードという、本当に多いでしょ？まあ、バラードだけど、本当にいい感じだから。でも、それでも、その後で、めっちゃ盛り上がってる、なんかもっともっともっと、なんか少しずつ、どんどんサビまで、ノリノリになってる感じな歌。だから、本当に元気になった。なんか元気もらった、この曲のおかげで。それ本当に、そんなに簡単じゃない？まあ普通に。何かの曲から。まあ、楽しめるということを、まあ、いい曲なら、いつもあるでしょ。でも、本当に、まあ、現実でね、普通になんか、本当に何かの曲を聴いたら、パフォーマンス見たら、そして、めちゃめちゃこんなにエナジーいい感じな雰囲気で、本当に自分でももっと元気になるとか、エナジーもらってるという感じのパフォーマンスや曲を見つけるのはそんなに簡単じゃないでしょう。本当に、ただ、まあ、特別っていうか、まあ本当に簡単じゃないか、だからね、こんな感じの、こんな感じでね、自分の精神的に聴くの曲を、なんか、笑顔をくれるとか、元気出せとかというメッセージの曲を感じない。本当に歌詞があっただけど。まあ、ちょっと、読んだから楽になったけど、それでも、普通にパフォーマンス本当に NG で、凄まじいな感じだから見たかったし、そしてパフォーマンスの方がもっと見たなら、字幕そんなに早くて読めないだからね、そういう時に。だから字幕と一緒に字幕なしでも、今同じ感じみたいだったけど。いや、そんなに同じじゃない。本当に何かよくわかったの。部分、歌の部分あっただから、それもありがたい。それでももっとよく、歌詞、わかるためにまたこの動画見なきゃ。ゆっくりでね。そしてなんかたまにパウズするときにね、忘れんの。だってかなり速いテンポの曲。まあそれいい感じだから好き。ということで、なんか興奮しすぎかな、私。待った。しょうがないね。本当にいい感じの歌だから。ということで、皆さんのコメント待ってます。どうもこの曲のこと好きですか？よく聞いてますか？本当に教えてください。そしてこれからもよろしくお願いします。もし、こんな感じで。まあ絶対あるでしょう。だって、本当に日村さんの曲めっちゃ、好みみたい。エンジの曲でも、バードの曲でも、本当にいい感じだから気になってる。もっともっと聞きたい。だから、よろしくね。皆さん、これからも、私におすすめしたい。聞いてほしい。まあ、見てほしいな。パフォーマンスや曲あるなら、ぜひコメントで残してください。リンクとか、タイトルとか。そして今度ぜひ一緒にチェックしてましょうね。チェックし続きましょうね。本当に楽しかった。そして皆さんもし私と一緒に見て、ちょっとだけでも楽しんでたならぜひ、グッドボタンもシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ。またね。